じゃあ皆さんこんにちは、サポンデシエスタの月柴彩子です。11時になりましたので、今日もインスタライブをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はムークさんの、お洋服とそれからニット小物の展示をさせていただいているんですけれども、ムークさんのご好意で最初21日までの会期だったのが年内最終営業日の27日まで、開催させていただけることになりました。で、急にね、北海道も札幌も今週になって雪が積もってすごく寒くなってきたので、お店にいらしてくださる方もすごくね、今日私もニットのベスト着てるんですけど、ニットのアイテムをご覧くださる方がすごく増えたので、今日はね、ちょっとね、そのニットについてご紹介をしたいなと思っています。で、まずなんですけど、私今日ベスト、皆さんこんにちは、ありがとうございます。私今ベスト着てるんですけれども、思い出したんです、私ベストがものすごく好きだということに。で、もう10年ぐらいずっと着てるベストがあって、なんかベストってすごくあると便利で、例えばシャツとかコットンのシャツとか冬だと寒いじゃないですか。で、そういう時にベストが1枚あるとすごくここの体のね、体幹の部分があったかくってすごくいいし、冬ね、札幌ってどうしてもコートを着てモコモコするんですけど、ベストがあるとセーターだとモコモコしちゃうんですけど、ベストだとね、モコモコすることもなく着ていただけるので、すごくね、1枚あると便利なんですね。で、ムークさんはね、本当にね、すごい、この前も役のベストについてめっちゃ熱く語りました、先週の土曜日かな、なんですけど、他にもすごく素敵なベストが届いているので、今日はそれをご紹介したいと思っています。昨日のね、インスタでもモヘアのベストを着ているので、よかったら見てみてください。で、今日ね、私が着ているのはこちらの、これもちょっとセーターになるんですけれども、ケーブル模様パッチワークの、ニットベストを着ています。それのね、ネイビーを着ているんですけれども、ちょっとね、白の方が分かりやすいので、こっちでね、お伝えしようかなと思っているんですけれども、すごいパッチワークって書いてあるので、皆さん、え、なんで？みたいな感じでおっしゃるんですけれども、実はね、ここの部分の模様がね、全部一つずつ違う模様が入っているの分かりますか？5種類の編み方で、ダイヤの模様、葉っぱの模様、枝の模様、縄レースの模様っていうのをこう編み込んでいるので、すごくね、とってもこう素敵な、それでパッチワークを表現をしているニットになるんですけれども、すごい素敵なんですね。で、私はさっき着てたのはこれのベストタイプを着ているんですけれども、こういうね、こう編み込みのね、ベストとかニットってすごく重いイメージがあるんですけれども、アンドウールさんのはね、びっくりするぐらいこれ軽いんですよ。で、すごい軽くってあったかくって、とてもおすすめなアイテムになってます。で、昨日は白いね、ベストがすごい人気で、もう全部ね、完売してしまったんですけれども、さっきちょっと在庫確認したら、白のベストもまだお取り寄せできるので、もしご希望があれば、スタッフまで気軽にお声掛けをいただけたらと思います。で、セーターは白とネイビーと、それからオレンジですね、それをご用意させていただいています。で、もう一つ、ベストがこのモヘアのね、糸を使ったベストがあって、今日はそれをね、スタッフのね、吉田さんが着てるので、ちょっとみんなにね、見せたいなと思うんですけど、じゃあ吉田さんこんにちはこんにちはというか、おはようございます。はい。で、着てるのがね、まずね、これもすっごい可愛いんですけれども、刺繍のね、柄のね、コートになります。で、これすごい細かい木の刺繍になっていて、すごく素敵なんですけど、そんなに重くないですよね、これね、着ていて。で、それで一番上のボタンが、みんな見てください、鳥さんが飛んでいるんです。鳥で、あ、で、それでハートマークありがとうございますそれでこう実際ボタン閉めると隠しボタンになるっていう感じの、ドレスに、コートになります。で、これをね、じゃあ脱いでください。で、脱いでもらうと
さっきお見せしたあのモヘアのベストになります。でこのモヘアのベストなんですけれども、あ、すごいハートがいっぱいありがとうございます、ね、あの吉田さん身長に153センチで私と一緒なんですけど、すごくあったかいですよね。ね、あったかくって軽いし、でそれでちょっと後ろを向いてもらうと、あのこのね編み柄が前後でね違うんですね。でそれでちょっと横を向いてもらうと、こうちょっと切り返しが入っているので、すごくねすっきりと見えるアイテムになります。で実は吉田さん、じゃあちょっとまた正面向いてもらって、これね実は何に、昨日私この格好してて、お客さんがあのあやさんシャツ下に何着てるんですかって聞かれたんですけど、実はあのシャツじゃなくてねワンピースを下にね着てるんです。でどのワンピースかっていうと、今回すごく人気があるこの刺繍のねワンピース、これをあの実は吉田さん着ていたんですね。なのであのワンピース1枚で着てもいいし、ベストがあるとさっきみたいにものすごいね雰囲気をね変えることができるので、ベストってすごくいいアイテムですし、さっきみたいにコートの下に着てもらっても全然モコモコしないので、とっても素敵かなと思っています。でせっかくなのでちょっと私も撮ってもらおうかな。全体映ってます。映ってます。今日私さっきあのお見せしたベストなんですけど、これよく見るとここのね裾のところ、ここのところにもすごく綺麗なあの網が入っていて、でそれでこれもやっぱり後ろがちょっと長めな感じになって、あのお尻がこうすっぽりとねあの包まれるので、めちゃめちゃあったかいですね。ですごくいいのと、あと肩のところのラインがちょっとこう落ちる感じになるので、肩も全然あの寒くないし、ちょっとこの落ちる感じがあったかいのと、ここにゆとりがあるので下にたっぷりめなブラウスとか着てもらってもいいかなと思います。でちょっと可愛いのがね、ここのねあの模様の編み方なんですけど、ここもすごい素敵になっています。で今日はあのムークさん の, あのシャツ、コットンのシャツと、あと今回の展示でもすごく人気のあるあの刺繍の引き調刺繍のスカートを履いています。でスカートも長さもねすごい程よくって、ここのサイドのところにこうプリーツが入ってるんですよね。でこれもすごいとても可愛い感じになっていて、1枚で着てもいいし、こういう風にちょっとね長めのトップスを重ねても可愛いかなって思っています。はい、っていう感じで、ベストの方をご紹介をさせていただきました。でベストはあの紺色とかだったらすぐお渡しができますし、白だったら年明けにお渡しができるので、もうねこれはねぜひねちょっと試着をして、あのこのあったかさとか、あとウールだけど全然チクチクしないところとか、そういうのをねあのぜひ楽しんでもらいたいなって思ってます。であともう一つちょっとねこれちょっと感動した出来事があったのでご紹介したいなと思うんですけど、先日ねお客様で静岡から札幌に転勤してこられたお客様がいらっしゃったんですね。で静岡であのムークさんとかアンドウールさんの工房の方にお邪魔してお買い物とかもされていたお客様だったので、すごくねブランドのことをよく知ってらっしゃる方だったんです。でその方がね見せてくれたのが、これカシミヤセーブルのストールなんですけど、3年ね使ったストールを見せてくださったんです。そうしたら村松さんに、あのアンドウールのストールは使うほどふわふわになりますよって聞いてたんですけど、本当にねすんごいふわふわだったんですよ。それはね本当にちょっとこう触らせていただいて、何これみたいな、全然違うっていうのと、あの感動するぐらいふわふわ でそれでそのお客様もものすごくあのカシミヤセーブルなので、なんかカシミヤよりちょっとこう丈夫な感じがするんですよね。でそれですごい取り扱いがしやすくって、で大判とそれから細幅と2種類あるんですけど、もう断然大幅、大判がおすすめですってその方がおっしゃっていて、で大判が
と、ね、冬秋の始まりとかだとちょっとね寒い時とかだとあのワンピースとかそれからあの薄手のコートの上にこういう風にストールみたいな感じでかけるともうほんとあったかいんですね。で、あの真冬になってコートを着るようになったらあのカシミヤセーブルってすごい大判に見えるんですけど実際巻くとすごくねボリュームがあの抑えられるんですよね。こんな感じでなんか程よいコートとかに合わせると程よいボリューム感になるのでマフラーとしても使っていただけるし、なんかもう普段は本当にバッグにカゴバッグすごい素敵なのを持ちだったんですけどそこにポンって入れちゃってるんですっていう風におっしゃってたんですが全然毛玉もねできてなかったし本当にすごく素敵でした。で今回お色の方が全部で7色ご用意をさせていただいています。ですぐお渡しできるものと色がなくなっちゃっても注文でお作りできたりもするのでぜひこれはねちょっと巻いてみてこのねあったかさをねあの実感してもらいたいなと思います。で色もねいろいろ選べるのも楽しいと思いますし、あとこのカシミヤセーブルの大判はあのオンラインショップの方でも今販売させていただいているのでもしちょっと気になる方いたらぜひ見てみてください。これはねでもね私本当にこれおすすめです。すごいいいカシミヤセーブルで、アンドールさんでももう今期限りであの生産が終わりになっちゃうあのものになるのであのお買い物できるのは本当嘘じゃなく今しかないので、はい、ぜひ試していただけたらなと思っています。で、アンドールさんの展示は27日の日曜日まで開催をしています。で、火曜日が定休日になるんですがそれ以外は12時から18時までオープンしているのでぜひあのウールもそうですしさっきちょっとお見せした刺繍のお洋服もあのお取り寄せができることになったのであのちょっと気になる色があるなっていう方がいたらぜひ見にいらしてください。そして今日は、夜の20時からミツバチトートさんと一緒に来年の福袋ミツバチトートさんと一緒にお作りをするんですけれどもあの主催の塚松さんと対談をするのでもしよかったら皆さん聞いてみてください。今コメントで来年の定期便申し込んだので楽しみにしてますっていうお声もありがとうございます。そうなんです、定期便の方もねこちらの方も、12月の23日が、早期の特典がつく申し込みがおしまいになりますのでこちらの方もぜひお見逃しなくご覧いただけたらと思います。そして明日は、10時半からお店スタッフの吉田さんと山崎さんの、あの可愛いインスタライブそして、11時からピコムーンさんのライブもあってなんか盛りだくさんクリスマス前のなのでぜひ皆さんあのご視聴ご参加いただけたらと思います。そうしましたら今日お店は私とよしアームウォーマーは売り切れですか。いえございますアームウォーマーまだ4あ茶色だけね売り切れちゃったんだけどあとグレーもちょっとあるかもしれない。じゃあグレーもちょっと売り切れちゃってグリーンとブラウンがあってもしかしたらちょっと、取り寄せができるかもしれないので聞いておきます。でもアームウォーマーもまたあるのでよかったら、はい、ご覧にいらしてください。じゃあそうしましたら今日も皆さんご視聴いただきましてありがとうございます。ご来店お待ちしております。